トランプ大統領の夫人であるアメリカ大統領夫人メラニア・トランプさんです。一通りのプログラムが終わるとメラニア・トランプ大統領夫人は私に声をかけてくださり、はい、幻想者から近い入江陽介です。今回はアメリカ大統領夫人ファーストレディーの前での演奏についてです。アメリカといえば世界一の経済大国ですが、その大統領夫人の前での演奏に呼んでいただいた際、一体どんなシチュエーションだったのか、私の実体験をご紹介します。それでは行ってみましょう。今回アメリカ大統領夫妻が日本にいらしたのは国賓という待遇です。我が日本国による外国要人の待遇には5段階のランクがあり、国賓はその5段階の中で最も位の高い待遇になります。世界各地から大統領クラスの要人の来日は多々ありますが、その中でも国賓として要人をおもてなしする機会は1年に1回程度しかないそうです。天皇陛下による食事会が開催され、また迎賓館の使用と宿泊はこの国賓に対して行われます。迎賓館とは西洋風の建物と伝統的な日本風のエリアを敷地内に備えた宮殿のような施設です。今回の演奏はその迎賓館にて行いました。アメリカ大統領夫妻来日に際してその警備体制も日本中の警察のプライドをかけた全力の警備がなされており、大統領来日前には東京中のコインロッカーが使えなくなり、交通規制も行われます。そしていよいよ当日、最寄り駅から迎賓館に向かおうとしたところ、車道は封鎖され、歩道には一歩きするたびに警官が配置されて目を光らせており、車はもちろん人間もろくに通れないような厳戒態勢が敷かれています。ネズミ一匹通さないというのはまさにこのような状況のことでしょう。演奏場所に到着すると、日本政府の方々とアメリカ政府ホワイトハウスの方々が忙しく準備をしていました。関係者のこうした努力の支えがあっておもてなしがなされているということが実際に目に見えてわかりました。リハーサルの際には演奏を聞いたホワイトハウスの職員の方が話しかけてきて嬉しい感想をくださり、尺八を紹介したり表現についての話の交流をすることができました。そしていよいよ本番の時が迫ってきました。今回のお客さんは2人だけです。我が日本国の総理大臣夫人安倍昭恵さん、そしてトランプ大統領の夫人であるアメリカ大統領夫人メラニア・トランプさんです。周りには通訳さん、メディア関係者、報道陣、日本とアメリカの政府職員、警備の SP などがおり、お客さん以外の人数の方が何十倍も多い演奏の機会というのもなかなかありません。夫人のお二人が間もなく会場に到着されるという連絡が入ると、会場全体に緊張の糸が張り詰めました。そして到着されると演奏の開始です。トランプ大統領夫人は私に声をかけてくださり、グレートタレントと言葉をかけてくださり、握手してくださいました。また安倍昭恵総理夫人からもお礼の言葉をいただきました。この演奏の様子はホワイトハウス公式の映像や日本のテレビ番組、アメリカのニュースでも放送されていました。それではご視聴ありがとうございました。